さあ豪華キャストの皆さんにお越しいただきました。皆様盛大な拍手をお送りください。それでは本日のゲストの皆さんをご紹介いたします。お一人目は前作龍が如くセブンで初登場、新たに生まれ変わった龍が如くシリーズを象徴する主人公春日一番役を演じられます中谷和宏さんです。はい、龍が如く8春日一番役中谷和宏です。今日は目いっぱい盛り上がっていきましょう。続きまして龍が如くといえばこの男、かつて新宿神室町で堂島の龍として名を馳せた伝説の男、本作春日一番とともに主人公となる桐生一馬役を演じられます黒田孝也さんです。はい、桐生一馬役の黒田孝也です。よろしくお願いします。続きまして前作龍が如くセブンから引き続きの登場、春日一番のホームレス時代の良き仲間であり親友とも言うべき存在、難波優役を演じられます安田顕さんです。難波優役の安田顕です。よろしくお願いします。続きましてハワイを訪れた春日一番をどん底に陥れる悪徳タクシー運転手、最悪の出会いから生まれた友情は果たして本物の友情となるのか、エリック富澤役を演じられます井口悟さんです。普段は悪徳タクシードライバー役なんですけど、安全運転を心がけてます。井口悟です。よろしくお願いします続きましてパーティーメンバー最年長、還暦を超えてなお気力、体力、腕力、性欲に満ち溢れる頼れる兄貴分、安達浩一役を演じられます大塚明夫さんです。安達浩一役の大塚明夫です。すべてにおいてちょっと、いろいろな欲が減ってきましたけど、まだまだ頑張るつもりです。よろしくお願いします。続きまして前作から引き続き登場する横浜偉人町の敏腕キャバ嬢、情に熱い彼女は果たして本当に春日一番のプロポーズを断ったのか、向田彩子役を演じられます上坂すみれさんです。皆さんこんにちは、向田彩子さっちゃん役を演じさせていただきます上坂すみれです。よろしくお願いします。続きまして今作のキーマンとも言うべき謎の女性キャラクター、母を訪ねてきた春日一番をはめた理由とは、パーティーに入り込んだ彼女の本当の目的は何なのか、富士宮千歳役を演じられます南杏樹さんです。皆さんはじめまして、富士宮千歳役で本作から関わることになりました南杏樹と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様椅子におかけください。さてここからはトークセッションに移ってまいりたいと思います。まずは主人公のお二人中谷さん黒田さんにお伺いしたいんですけれども、率直に今流れたトレーラーをご覧になってどんな感想をお持ちになられましたか。黒田さん中谷さんいやもう圧倒されちゃって、なんて言っていいか分かんないぐらい面白い予感しかしないトレーラーでしたね。はい、ツッコミどころも結構あったんですけど、そこのところはやっぱりね、ここから先どんどん明らかになってくることもあると思うんで、はい、まずはもう皆さんの期待に沿う作品になってるんじゃないかと思います。どうですか。ですね。もう私も映像以前見させていただいて、もう普通に自分が出てるとか関係なく、なんて面白そうなゲームなんだろうってまず思っちゃったんですね。で私の役的に言えば、やっぱり告白してましたよね。あそこがちょっと本当に肝ですよね。だけど桐生って死生観とかその覚悟とかって生きてる上でずっと一般の人よりも桐生独特の価値観で生きてると思うので、どんな病が来ようが、覚悟をしてその上で戦っていくのかななんて思いながら見ていますが、前龍が如く2の時に、ラストで、何でしたっけ、岩崎君の合田と戦う時にしても、ゼロで錦と山の上で拳銃を突きつけられるシーンにしても、やっぱり桐生ってその場でこう覚悟をする人間、全てを受け入れていく人間だと思うんで、がんを受け入れた上でどうやって活躍していくのかなっていうのを楽しみにしています。はい、その病気を背負っての演技っていうのはやっぱり難しいところはあったんですか？幸いかどうか分かりませんが、私今まで長い人生で何度も死にかけてるんで入院したりいろいろ本当にいろんな病を乗り越えてきたんで、その時を思い出しながら、本当に体の中がやばい時とかは体全体に力が入らない、大きく呼吸を吸えない、っていう感じとかを思い出しながら、だけど周りの人間に気づかれないように、周りの人間に気を使わせないようにやっぱこう喋っていたりとかしてた記憶があるので、多分桐生もそうするんではないか。だけど気づかせないように頑張って喋るんだけども、呼吸も深く吸えない、体に力が入らない、だからどこかちょっと弱くなってしまうっていうような微妙なニュアンスは意識しながら、だけど大事なところは人間って面白いもので、私も病に苦しんでる時もバーンって行こうと思う時には行くんですよね。なんか人間ってやっぱとてつもない力が秘めてると思うので、そういうところ とかの使い分けとかは結構考えましたね。はい、細かく芝居を作ったつもりです。はい、なるほど。横山さんは何かディレクションとかはあったんですか？いや、なんでしょうね、まあ、私生活の話になりますけれど、まあ、黒さんも私も身内にがんの闘病経験とかがやっぱあったりするので、そういうのをこう間近で見てるので、まあ、その台本できていく段階で黒さんとディスカッションしていく中で、その決して闘病って不幸なことだけじゃないですよね。それによって気づくこととか明るくなることとか、周りの人が今まで疎遠だった人とかがやってきたりとか助けてくれたりとか、すごくこう辛い思い出もあるけれどいい思い出もたくさんあるみたいな中で、まあ、今回、まあ、桐生は病にはなりましたけど、まあ、それ自体が桐生の終わりを言ってるわけではないので、非常にこう中身としてはそれをきっかけに明るくて希望のある話を作りたいなっていうのは黒さんに話をしてて、で、まあ、黒さんもそこすごい理解してくれた上で、はい、やっているので楽しそうだったでしょ桐生あんまりその悲壮感を感じさせないような表情、ね、そうなんで桐生一馬ってぐらいこう強いパーソナリティを持ってる人間が崩れることってやっぱ大きいことがないと崩れないと思うんで、うん、まあ、その一つの、まあ、きっかけでもあるのかなとは思ってます。で、黒さん見事な使い分けというか、その先ほどおっしゃってましたけど強弱の使い分けもそうですけど、見事な演技でした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、そして安田さんにお伺いしたいと思うんですけれども、はい、安田さんは前作から引き続きのご登場となりますが、こう前作「龍が如く7」にご出演された時、周囲からの評判っていうのはどんなものだったんでしょうか？予想以上です。あ、それはどういった声が多かったですか？なんでしょう、すごいいっぱい出会いがありました。なんか、なんだろう、その同じ世界で働く人たちなのかな、いわゆるなんか職場行ったりするときに、でバラエティーとか、芝居の現場とか行くときに、やっぱりそうですね、難波として認識してくださってる方がすごくいらっしゃって、例えばカズレーザーさんとかも「どうも」っつって、ちょっと僕用意してきたんでこのビニール傘を持ってもらっていいですかはい、持ちますって。じゃあ僕飛ぶんでその瞬間を写真に収めたいんです。それ撮ってこれ SNS 上げていいですかとか、あとはそのファーストサマーウイカさんがものすごくあなたのファンですと、ありがとうございます。でも安田さんじゃないんです、私は難波のファンなんです。それぐらいファーストサマーウイカさんとかもすごく好いて、そのキャラクターとして刺さってますし、なんかこう長く、まあ長くしても25年まあ、28年ぐらいですけどお芝居やらせていただいて、なんか自分のキャラクターが一人歩きするっていうか、まあ、さっき春日さんが挨拶している VTR ありましたけど、渥美清さんは寅さんって呼ばれるし、そこに出ている人はガジロって呼ばれるし、おいちゃんおばちゃんでいるんじゃないですか、黒板五郎っていう人がいたり、そういうものが自分が実写として頑張ってきた時に今までなかったことがこのゲームの世界で演じさせていただくことで初めてそういう実感が湧けたってことが嬉しいです。いたしかゆしというかわかるしかもこういい風に年齢を重ねていくじゃないですか、はいはい、普通いい風に年齢を重ねるためには、うん、節制しなきゃいけないじゃないですか、はいはい、節制しなくてもこれからこの難波ってやつは年を取ったとしてもいい風に年取っていけるんですよ。美しくかっこよく年を重ねていってくれるからね。リアルと違って楽でいい前作では主人公の春日一番ともこう、まあ、いろんなことがあってという感じでしたけども、難波というキャラクターは、うん、まあ、親友にも近い存在になっていきましたけれども、うん、今作この8の収録に際してはどんなご心境で臨まれたんですか？7の時はマジかってぐらいの大本領にびっくりしました。段ボールじゃんこれっていう段ボールぐらいの量が来るので、でもそれは当たり前かと思って、だっていろんな人たちが世界中でこのゲームを楽しみにしてそれをプレイするためにずっと待ちわびてる人たちを満足させるためにこんだけのストーリーを作るっていうのはそりゃそうだろうなっていう、セブンの時はそれがあったんですけど、それはもうそういうもんだと思って取り組めたんですけど、8ですごく嬉しいのは今ここにいるってことです。なんかゲスト枠じゃないっていう、レギュラーメンバーの一人として、そう、それで呼ばれてるってのがなんとも嬉しいですね。わかる今回そうなんですよね、今日お越しいただいた方々ってみんなパーティーメンバーの人たちなんですよ、はいはい、なので、パーティーメンバーについて誰っていうのは言及しないですけど、まあまあトレーラー見ればわかるとは思うんですけど、なんでレギュラーメンバーありがとうございます、はい、ありがとうございますさあそしてですね、井口さんにお話を伺いたいと思います、はい、井口さんは出演オファーを受けた時はどんなご感想をお持ちになりましたか？いやでも嬉しかったですね。僕も学生時代に、初作の方をプレイしてたので、まさか自分がこういう機会をいただけるとはっていう感じでしたね、うん、あとやっぱ、収録1週間ぐらいなんですかね、皆さん。いや長い方だと思う。もっと長い、うん、長い方だと思う。あ、長い方ですか、うん、しっかり作品なのかわかんないですけどタバコ休憩をたくさんいただいてはい、非常にありがたかったですその長い収録時間がかかったというふうに今伺いましたけれども、はい、その間に何かこう、うん、印象的なエピソードだったり思い出に残るようなことって何かありましたか？いやーもう横山さんの話が、ね、尽きないところですかね普段の日常の話ねその日常の話でしょ、いやあんまりそうですね、必死だったもんで僕もあんまりこう記憶にないんですけど、やっぱりねなんかあまりにも、うん、そのなんでしょう、会社に回数を多く来てくださってるんで、そのスタジオの近くの喫煙所にいるじゃないですか。したら当時のうちの、そこそこ偉い方がずっと話に参加してるんですよ、一緒に。いつもいるから、いつも一緒にいる人だと思われてて、でところであなたはなんか最近入った、中途社員の人みたいなこと聞かれてて言われてました、ね、やめろと、マジ何言ってんすかという話で。それぐらいでも馴染まれてましたよ。だから回数も多かったし、いや、居心地よかったです、あの喫煙所が非常に。瀬川さんはほら、喫煙所が充実してるよね。あんまそこ煽んなくていいですよ。あんまそこ煽んなくていいですよ。今時珍しいですよ。充実はしてるんですけど、はい。はい、ありがとうございます。さあ、そして大塚さん。大塚さんはご自身でも、龍が如くセブンもプレイなさったというふうに聞いていますけれども、ええ、ご自身が演じられる安達というキャラクターのどんなところがお好きですか？安達が好きなところはですね、やっぱりその生身の人間としてのその立体感ですかね。なんていうの、ゲームのキャラクターってやっぱちょっとありえない超人だったりすることって結構多いんですけど。でもこの「龍が如く」という作品で特に安達はダメなところがいっぱいで盛りだくさんじゃないですか。そのことを普通役演じる時って台本に書いてあるストーリー上のことはもちろん演じるんですけども、そのダメなところって意外とやらせてもらえなくて、でそのダメなことを部分を見てもらうことによってそのキャラクターがなんかこう立体的になっていく。でそれをやらせてくれるところがたくさんあったんで、もう大好きなキャラクターですね、安達浩一。はい、その安達浩一というキャラクター、今作ではどんな生き様というか、はい、どんな生き方になっているんでしょうか？安達は安達ですね。多くはあまりは語れない。いろいろ使いますね、それね。安達はね、やっぱりそのなんかもう人生も終盤にが始まる年齢ですからそんなに大きく変わることもなく、多分それまでのやってきた死生観とかその中で出来上がってきたパーソナリティのはずで、でそれがこう微妙なところでこうちょっとずつ変わっていくことはあっても、芯がこう組み替えられていくっていうことはないはずなので、まあダメなところはダメなままきっと置いていくんだと思うんですけど、それがまた楽しみでね、ぜひ安達に長生きしてもらいたいなと思っております。じゃあ今作でもそのちょっとダメなところが、チャーミングなところが見られるということなんですね。盛りだくさんだと思います。ありがとうございます。さあそして上坂さんご自身も龍が如くへの愛というのをこう YouTube などで語っていらっしゃいますけれども、今作の台本を読んだ時どんな感想でしたか？いや、ね、もう1ページ1ページめくるごとにネタバレを食らうような気持ちというか、本当にユーザーとしてね、ユーザーとしては本当に最高なんですけれども、今作のさっちゃんみたいな感じで、冴子というキャラクターはセブンから登場して、龍が如くの世界ではすごく珍しい戦う女子としてかなり勇ましい姉貴として登場するのですけれども、今作ではちょっとこう立ち位置がガラッと変わるような、相変わらずいい女ではあるんですけれども、はい、ちょっとこういっちゃんとこうさっちゃんの関係からこう踏み出してどうなってしまうのっていうのがもう最後の最後までもう手汗が止まらなくて、皆さんもプレイされる方もですね、もうムービーが始まったら、もうムービーが始まる前に絶対にこう用事やお手洗いを済ませてしっかりとこうムービーに挑んでいただきたいな。CG のこだわりとか、さっきちょっと控え室の方で聞かせていただいたんですけど、こう手をギュッて握るときに血管が浮き出るやつ、あれがすごいんだっていう話とか聞かせていただいて、本当にキャラクターの細部にこう命が宿っている、そしてストーリーもとても壮大で、もう早く遊びたいです。ファンミーティングに来てるのかと思いますね。ファンミーティングなんじゃないか。さっき10分ぐらいのトレーラーだった。私や空いてる席に座りたいんですけど、あっちの裏でみんなで見てたんですよ。もうあっち二人大騒ぎ。そう、南さんと上坂さんが大騒ぎです。なんかあれこれなんかのファンミーティングに俺は来てるのかなみたいな。そう。キャー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 してました。はい、二人で。ここは何？ここは何？みたいなもうすごかったです。ここがいいって。ちなみに今いっちゃんって言ってましたけど、いっちゃんってのは春日一番のことですんで、はい、同時通訳の方お願いします。あだ名で呼んじゃってるんで、ちょっとオタクの悪い癖がそうですね、春日一番さんのあだ名がいっちゃんということで、はい、そういういっちゃんとさっちゃんというね関係なんですけれども、はい、そこから、どんな発展があるのか、皆さんにも早く見ていただきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。さあそして稲見さんは、はい、今回ご出演にあたって、はい、かなりハードなオーディションがあったというふうに伺っているんですが、それ誰のどこの情報なんでしょうねかなりハードってことは全然なかったんですけど、ね、ただ、2回の顔合わせを経ての、この千歳という役と出会うことができたのですごく嬉しく思ってます。私自身も1から6の桐生の物語とそして7ももちろん通っているので大好きな作品にこうして関われることがすごく嬉しく、先ほども安田さんもおっしゃってましたけどこの場に呼んでいただけたことが本当にもう一個の人生の宝だなぐらいのお気持ちで本当にここに今いさせていただいているのでちーちゃんとして千歳として皆さんに素敵な物語を届けられるように演じさせていただきましたので、はい、オーディションの時はでもずっと緊張していたので基本的に緊張していて一番最初に顔合わせをさせてもらった時は中谷さんもご一緒でやりましたね、はい、すごかったですよね、はい、ちょっと読み合わせをさせていただいたんですけどそう最初の出会いの時に、うん、初めまして富士宮千里読んだんですよね。千里役のえって千歳じゃないっていう僕の方が緊張するっていうぐらい緊張伝わったんですけどそこも可愛らしいなと思いながらまあでも堂々とオーディションを勝ち抜いてらっしゃって名前間違えてましたよって言ってたじゃん。そう可愛いと思ってないでしょ。思ってますよ。人聞きの悪い間違えてることに気づいてなかったですからね。どういうことなんですか。言ってましたけどね、はい、最初そうなんですよ読み合わせでオーディションやってもらって、はい、そうなんです、はい、まああまりにもちょっとやっぱ新しいキャラなので、うん、っていうのがあったんで結構長い時間2日間ぐらいかけて、はい、かなり台本もね事前に渡して読んできてもらって、うん、どういうお芝居するのかなって見させてもらいましたけどよかったんでもうね本当にもう何かのタイミングにもうすぐ感動して泣いてくれちゃうんですよもう今そんな言葉を言われて結構ギリギリです。もう本当に早くね。もうちょっと後にしようって。だって良かったとか言われたことないですから。俺が褒めたことがないってことね。あ直接そうか。だからやっぱ。たくさん褒めてあげてください。お願いします。ちーちゃんを褒めてるよ。でもやっぱすごく嬉しいので本当に今作でかなりまだ皆さんに見ていただいた10分のトレーラーの中では一体どうなっていくのかっていうのは明かされてはいないのでぜひ楽しみにしてほしいですね。はい、ありがとうございます。やばいぐらい押してるみたいですね。というわけでストーリーがねまだまだお話ししたいところなんですけれどじゃあ。ゲームの方はどうなってますかという部分ですね。ゲームの中身バトルシステムだとか舞台はどうなんですかってところをまとめた映像をご用意してますので まずこちら見ていただいてその後皆さんとその内容をお話ししたいと思います。シリーズはついに新たな領域へ降り注ぐ太陽打ち寄せる波母を訪ねたどり着いたのは世界有数のリゾート地金もコネもない見知らぬ土地で新たな力を手に入れ成り上がれ。シリーズの舞台はついに海外へ。本作のメインステージとしてハワイが登場。刻々と変化する天候や細部まで作り込まれた街並みなどリアルにハワイを再現。シリーズ最大の舞台で未だかつてない冒険が待ち受ける。バトルはリアルタイムで戦況が変化するライブコマンド RPG バトルがさらにパワーアップ、キャラクターを有利なポジションに移動させ、戦況を生かした強力な攻撃で敵をなぎ払え。主人公の一人である桐生一馬、伝説の喧嘩奥義が炸裂。覚醒すると桐生のバトルシステムがアクションに。圧倒的な力で敵をねじ伏せろ。本作ではハワイのアクティビティを体験することでさまざまな職業にジョブチェンジ。なんか使えそうな気が。はあ、海が呼んでるぜ。侍、ウエスタンマン、トロピカルダンサー、ワイルドダンサー、ハウスキーパー、アクションスターなど新ジョブも数多く追加。見て、聞いて、遊んで、強力なジョブを手に入れろ。強力な助っ人を召喚できるデリバリーヘルプもさらにパワーアップ。新たな仲間や懐かしのレジェンドキャラクターたちも続々登場。いらっしゃいませ。君の瞳に乾杯。公務執行妨害でしょっていたる。派手に決めてやるぜ。くれてやる。さまざまな場所を旅して仲間と交流することで絆が育まれていく。全ての体験は春日たちを強くする。自分だけの最強パーティーで強敵に挑め。クレイジープレイスポットも最高のテンションに。クレイジーデリバリー、さまざまなトリックを決めながら街中のフードを集めろ。待ちわびるお客さんのもとへ最高にクールなトリックで届けろ。スジモンバトル、バトルに登場するスジモンたちをゲットして白熱のバトルを繰り広げろ。スジモンを育てて技を磨きライバルを倒せ。目指せ最強のスジモンマネージャー。マッチングアプリ、自分のプロフィールをうまく設定し巧みなチャットでお目当ての子を盛り上げろ。俺とデートに行きませんか。果たしてお目当ての子に会えるのか。その他にも街には遊びきれないほどのプレイスポットが多数登場。カラオケは新曲が多数収録。おいえ、さらにゲットパスやスパイクアウトなど昔懐かしのゲームから定番ゲームまで圧倒的なラインナップでお届け。シリーズ最大規模のステージで繰り広げられる極限のバトル、そして無限大に広がる遊びの数々。龍が如くスタジオが送る究極のエンターテインメントを心ゆくまで堪能せよ。いくぜ龍が如くエイト。ということでストーリー以外の部分の映像をご覧いただきました。横山さんかなり情報が盛りだくさんすぎて全部喋んないですよ今日。全部喋ったらあと1時間ぐらいかかっちゃいそうなんで、あんなにスジモン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 って連呼するってすごいですよねこのゲームは。まあなかなかそうですね。まあ公の場所でヤクザと筋もんって言えるっていうのはこのイベントぐらいですね。あんま積極的に言ってこって気はないんですけどね。ということで、たくさんの情報をお届けいたしましたけれども、この映像の印象としてはこれまで孤独に戦っていた桐生一馬というキャラクターが、パーティーメンバーとして戦っているというのも非常に印象的でしたけれども、黒田さんいかがですか？そうですね、やっぱり桐生は基本的にはやっぱり子で群れないタイプなんで、ですけど今までもやっぱりいざとなったら真島や冴島や、いろんな仲間たちと戦っていたので、やっぱりでかい敵に向かっては、協力し合っていくっていうのはとてもいいことではないでしょうか。横山さんはこの桐生がパーティーメンバーに入るっていう部分についてはどんなふうに考えてらっしゃったんですか？ごく自然な流れかなとは思うんですよね。で、その桐生の状態もありますし、ただやっぱ桐生なんで、その戦い方が若干普通のキャラクターと違う面もあったりして、その辺はストーリーとかでも描かれたりはするんですけれど、往年のね桐生ファンはやっぱりオールドスタイルで戦いたいっていう思いもあるんじゃないですか。そういうところ、ファンのためだけっていうよりは、なんて言うんだろうな、そのキャラクター設定とかによったりするとこもあるんですけど、桐生はそのちょっとねブーストかかった覚醒状態になると、アクションで敵を普通にバン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 前の龍が如くみたいな操作で殴ったり蹴ったりでやっつけてもいけますし、桐生だけのジョブってあるんですよ。みんな各キャラクターごとに職業設定に基づいたこういうジョブっていうのがあって、例えば井口さんとかだと、井口さんというか富澤はタクシードライバーなんでそっち系のジョブだったりとか、こういろいろあるんですけど、桐生は堂島の龍ってやっぱジョブがあって、でそのジョブはね結構ねバトルスタイルとか切り替えられたりとかもするので、桐生はやっぱちょっと特別な感じに、これまでの桐生がちゃんとある中で、今回のバトルシステムにうまく融合しているので、龍が如く7と比較してもかなり、操作感は上がってますし、そのリアルタイム性とかは向上しているので、バトルアクションはすごくご期待いただければと思ってはいますよ。さあ、そして稲見さんが実際にゲームをすでにプレイされたというふうに聞いているんですけれども、すべてというわけではないんですが、一部触らせていただいた部分がありまして、その中で今おっしゃってたように桐生さんのスタイルが変えられるっていうのが、やっぱこう今までもう龍が如く大好きだってずっと言ってくださってる皆様においてはものすごく嬉しいポイントだと思うんですね。やっぱその中で RPG とアクションがうまいこと融合できるっていうのも、やっぱここで面白みがぐっと上がったんじゃないかなっていうのをすごい感じましたね。やりながらやっぱそれこそデリバリーとかもそうなんですけど、あれも今まではその他から開いてもう1個って2個のコマンドあったと思うんですけど、1個で R1 だったかなでパンってもう開けるようになって使えるようになってるとかもうね、そういう細かいことがバトルをやる上でおいてとてもやりやすくスムーズで、そうプレイヤー目線で、そうなんですよ。1個その入力が減るだけでだいぶやっぱ仕上がりとして、バトル性の仕上がりとしてすごい上がってる感じがあって、あこれ楽にしてもらってるとか、すごいやっぱテンポ感がバトルとストーリーが結構上がっていくのかなっていうふうに思いました。私はストレスなくプレイできると。そうですね。はい。すげえな、下打ち合わせなしでこのコメントですからね。ごめんなさい。いや違くて、どんだけ覚えてたんだと思って。本当面白かったですよ。本当ちょこっと触ってもらった感じなんで。すごい面白くて、でその中でもやっぱ春日一番とかってパーティーを組んでると思うんですけど、動かせるんですよ、一人一人を場所を移動させることができるので、今までこう例えばじゃあカラーコーンだったりとか看板っていうのが偶発的にそこにあれば、一緒にこう戦えたっていうのがあると思うんですけど、ダメージ与えられたってあるんですけど、じゃなくて移動できるんでカラーコーンをこう自分で持って積極的にやりに行けるみたいな、そういうこともできるようになってたんですよ。じゃあプレイヤーの意思がこう反映されていると。そうなんですよ。偶発的だったものがもう自分からこう積極的にやりに行けるっていうのがかなりやっぱり違いますよ。ファンが紛れ込んでるわけじゃないですよ。キャストなんですけど。作った人こっちだから。ちーちゃん。関わってるんですけど。こっち。なんか稲見さんの話聞いてたらね。ただ説明は俺よりうまいと思う。いやだからそうなのよ。今こう PV とか見て、それで俺たちも台本やって、だけど今稲見さんの話聞いてて。もう本当このゲームって絶対面白いんだなっていうのがすごい分かりましたよ。今日は来ていただいているゲームメディアの方、今の文字起こしすればそのまま記事になりますからぜひすごく本当に面白みがもう何倍にもなってるんで、今までの1から、0もそうですけどやってる方からしてみればたまんないと思います。これ本当にもうでゲームをやっぱ触ったことないなって人もいると思うんですよね。で難しそうだなって今の紹介見て思う方もいると思うんですけど、やってみれば慣れますから。ゲームってやっぱりそうだと思うんですよね。私も最初できなかったので、だからやっぱこれをきっかけに龍のこのきっかけでぜひ楽しんでもらいたいなと思います。以上です。こちらからお伝えします。帰ってきました。帰ってきました。ありがとう。すごいわかりやすかった。よかったです。申すことはもう何もございません。褒めてあげてください。横山さんからの法則なしでも完璧なご説明いただきましたけれども、このバトルのボリュームもすごいんですけれども、龍が如くといえば街遊びを期待されているファンの方も多いと思うんですけれども、今回の舞台というのはどこの町が舞台になっていくんですか。伊勢崎神町は出てきますと、はい、河室町も出てきますけど、で、それが日本であったとして、でさっきからずっと言ってますがハワイですよね。で、広さ、いろんなシチュエーション出てきますけれど、いわゆるビーチの広がってるとことかダウンタウンとか含めて、横浜、伊勢崎神町と横浜のマップの3倍ぐらいなんですかね、広さ的に言うと。もともと前作の初登場したその横浜の舞台というのが神室町の3倍とかだったんで、ついにここまで来ちゃいましたかっていう大きさ。広いっすよ、いろいろありますよ。広い舞台なんで遊び尽くせないぐらいの、マップも広いんですけど本当にゲームボリュームもすごくて、もう歴代1なの間違いないです。もうそれはストーリーもそうですけど、もうとにかく遊び尽くせないぐらいの遊び入れてますんで、もうご期待くださいとしか言いようがないですね。なんか映像見てて知ってるこことかいうのありました？僕はね、ハワイはもう昔から行ったことないんですよ。そうね、昔から行ったことない。なぜ今発言をされたんですか。それに昔からってね言ってますから、昔から行ったことないです。昔から行ったことない。そう、だからもうこのゲームでねやり込んで、初めてハワイ行った時に知ってるような顔をするのが今から楽しみですね。秋代さん、俺も行ったことないんです。あ、本当？行ったことないんです。俺は2回ありますよ。ただ子供の時すぎて全く景色覚えてませんけど、ブラジルに住んでる時に行きと帰りトランジットで1泊ずつしただけですけど、だからあんまりちゃんと覚えてはいませんけど、でもちょっと懐かしいですね。中谷さんは？あ、僕全く。あ、じゃあみんなハワイは行ってないのね。僕はあります。ああ、よかったです。どうでしょうで0泊3日ってのがあって、0泊3日全然詳しくない。滞在3時間ってのがありましたけど、誰かハワイ詳しい人いないですか。でも1週間ぐらいロケで行ったことあったんですけど、その時プライベートビーチって言って、ダイヤモンドヘッドある、さっき出たじゃないですか。うり2つです。本当にびっくりしました。でもダイヤモンドヘッドがちょっとわざと似せてなくしてるのかもしれないですね。ねっていうのもありますけど、僕らモチーフとして使うだけで完全再現はしませんから、こんなもんないよっていうところも、それ神室町とかもそうじゃないですか。実際はね、いろんな仕掛けをしますので、ただもちろん僕は行ってないって言いましたけど、今回大変だったんですよね。これ作ろうって決めたあたりで、皆さんご記憶に新しい新型コロナウイルスがちょうど大流行始まった時に制作がこう来てるので、実はねリモートで取材してたんですよ。現地の制作会社の人とかにカメラ回してもらって、それリアルタイムで僕ら見ながらこう取材とかしながら作ってって、ようやく向こうに実際行けるねってなってから、答え合わせ的な感じでステージのデザイナーとかが作る人間たちが行って最後の取材をしてくるみたいな感じだったんで、どうやって作ろうみたいな。日本だったらね行けばすぐ作れるんですけど、だからもう本当にいろんな人のご協力あって、このステージ完成することができましたし、あと現地感とかも空気感とか作るのも現地の人たちとかと、ヒアリング重ねて作ってますんで、自信はあるんです。井口さんはハワイないです。ないですか。こんなこんだけいてみんなハワイ。いやこれ問題ですよこれ。このイベントハワイでやりましょうよ。0泊3日0泊3日でロケハン部隊が行かれなかった分をね。だからロケハンはだから本当そういう意味ではないですね。下地の部分は全部リモートでやって、それで最後の本当作ったのが正しいかどうかっていうののチェックですよねとか、そういう感じでしたから、最初本当作れるのかなっていうのは実際ちょっと思ってはいましたよね、うん、ただまあ結構スタッフの中にも行った人間は多かったりもしたので、うん、でもそれだけじゃ作れないですからね、うん。まあ、その今作街並みも大変楽しみなんですけれども、ジョブがまた増えていたりですとか、あとそれぞれの技もパワーアップしていたと思うんですけれども、安田さん難波の技がパワーアップしていたように見えたんですが、はい、なんか鳩に乗るとかって聞きましたけど先ほど横山さんのコメントでそのジョブによる技っていうのはその人たちの職業をもとにした技であるって聞いたんですけど、鳩に乗るって臭い息を吐くとやっぱほら難波はホームレス上がりですから、あれ職業ですか。職業ですね。職業鳩使いみたいな感じじゃないですか、前からセブンの時から公園と鳩。そうですそうです。やっぱそれはこうそのままねこう続いているという。ただもう世界各国必ずありものですからね、うん、私の役っていうのは役柄的にはねそこに違和感は必ず各国の方はないはずなんですよじゃあそれぞれのキャラクターが横山さんレベルアップというかパワーアップしているんですね。してますよ、すごく面白いですよ。まあまあ新しいジョブもまあね、うん、世界広しといえどもあんなに綺麗なビーチで、ね、侍の格好して刀振ってるゲームってうちだけだと思いますのでやっぱそれが龍が如くのユニークさだとは思うんで、はい、そういう龍が如くでしか味わえない奇抜な絵とかも楽しんでもらえればなって思いますね。さあそして、龍が如くといえば、プレイスポットもたくさんありますけれども、井口さんは映像で気になったものなどありますか。いやもう僕の時間を稲見さんにあげてください。皆さんもったいないです。でも私はやっぱサメとめちゃくちゃでかいイカ。あイカタコ？タコ。あイカイカです。イカなんですか。イカです。なんだタコだと思ってた。なあれたえ過去作トラとかはありましたけど、あんなでかさのイカ。いけるっていう戦うのか、ちょっとサメもそうですけど、本編にどう交わってくるのっていう。サメはね、でかければでかいほどいいんですよ、はい、それは世界のエンターテインメントが証明してくれてますからはい、どこまででかくできるかの勝負でしたね今回はね。相当でかかったですねいやでもそこがちょっと気になりました。気になるポイントだけで言ったら攻略はどうやるんだろう ね。そうですね。なんか虎とかだったらまあ距離感保てますけど、いや虎だって実際勝てないからね。キリちゃんは虎に2匹いっぺんに倒してます。そうですよ。頭とかぶん投げてますんですよ。俺は虎倒せるんですよ。そんな人もなかなかいないんですけどね。倒せるんですけど、サメはちょっとさすがに無理かもしれない。どういきますかね。まあその辺はねやってもらわないとわかんないと思う。イカの倒し方とかちょっと驚異的ですよ。なんで、はい、面白いです。早くやりたいじゃないですか。あんまり言いすぎるとね、どんどんネタバレしそうなんでちょっと危ねえなと思ってますけど。さあそして中谷さん、カラオケの新曲もたくさんあったということで、今回の収録はどうでしたか。ごめんなさい、歌のことは僕よりも井口さんに聞いた方がいいんじゃないのかななんて思うんですけど僕ちょっと今回お断りしちゃってカラオケは入れてないんですけど。ああそうなんですかあれ話せることないんです、すいません。でもよかったよ、だってカラオケに井口さん入っちゃったらもう本当に困っちゃうもん俺たち。そうですね、断ってくれてありがとうございます。誰も歌えない、そう誰も歌えなくなっちゃうからもう今ですらね、なんて言っていいか分かんないですけど、ただもうノリノリです。ノリノリです。やっぱりね、ハワイが舞台ですので、ちょっと映像にもありましたけどね、ああいった形で収録の時は、腹筋と背筋がつりました。それぐらい力任せに叫んでますので皆さんノリノリでボタンを押していただければなと思います。はい。曲も本当に横山さんキャラクターごとに何曲もありましたね、うん、今回豪華ですね。なんかすごいいい曲ですよね素直な感想ですけど早くやってみたいなと思って、途中に入ってくる映像も面白いじゃないですかなので、はい、その辺は多分気になる曲あったと思うんですよ。さっきの映像多分アーカイブで皆さん何回も見てくれると思うんで、はいはい、ぜひチェックしていただければと思います、はい。さあいろいろなお話で盛り上がってまいりましたが、お時間が迫ってまいりました。ここでゲストの皆さんから龍が如くのファンの皆さんへ一言ずつメッセージをいただきたいと思います。ゲストの皆様ご起立いただいて前の方にお越しください。さあそれでは稲見さんからお願いいたします。はい、皆様本日はご来場そしてご視聴いただき誠にありがとうございました。改めまして、本作より関わらせていただきます稲見杏樹です。こうしてこの場に立てること本当に嬉しく思っていますし、この8より盛り上がりを見せて、龍が如くが大好きだという皆さんにも楽しんでもらえる、仕上がりになっていると私はすごく思います、自身としても楽しみです、プレイするのが。なのでぜひ皆さんと一緒に楽しみたいと思っています。発売までどうぞご期待ください。ありがとうございました。ありがとうございます。続いて上坂さんお願いいたします。はい、セブンに引き続きまして向田紗栄子を演じさせていただきます上坂すみれです、改めまして本日はご来場そしてご視聴本当にありがとうございます。こうやって8でもまたパーティーメンバーとしてですね、こう仲間にさっちゃんがこういてくれることが本当に本当に嬉しかったですし、早く皆様にもプレイしていただきたいですし、そして私も早く早く遊びたいなと思っております。今までにない大きなスケールでの龍が如くワールドを楽しんでいただけるということで、イカをどうやって倒すのか私も気になりますね。昔タコになっちゃったおやっさんをね、郷田さんが倒すっていうのはありましたけれども、イカはどうやるんだろう。いやもう今からもう本当にワクワクしています、皆さんぜひ一緒に龍が如くワールドを楽しんでいきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。続いて大塚さんお願いいたします。はい、今日はお忙しいところ、お集まりくださった皆さん、そして配信をご覧になってくれている皆さんありがとうございます、皆さんはどうか分かりませんが私はやります。早くやりたいです。きっと皆さんもやってくださると思います。それではありがとうございます。続いて井口さんお願いいたします。僕もやりますさっきスポットで流れてたんですけど、僕海は泳げないので入れないんですけど、しっかり泳がせてもらってますし、腹筋もしっかり割っていただいて本当にありがたいですぜひゲーム内でご覧になってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて安田さんお願いいたします。はい、お集まりいただきそしてご視聴いただきありがとうございます、本当にその国内だけじゃなくてさまざまな国で、このゲームが心待ちにしている方々が、これを見てくださっていると思うんですけれども、僕自身もその自分の、経てこなかった世界っていうんですかね、そういった方たちと、このゲームを通じてすごく実生活でつながることができて、なんか新しい世界を見せてもらっているような気がいたします、ぜひ、龍が如く、新作を楽しみに、待っててください。そしてプレイしてください、海外の皆様、オファー待っております。よろしくお願いしますありがとうございます。続いて黒田さんお願いいたします。はい、配信をご覧の世界中の皆様、桐生一馬黒田孝也です。ですね、いろんなゲームのさっきのサメもイカも、カラオケもいろいろ本当に楽しみ面白いところはたくさんあるんですが、なんせやっぱり龍が如くといえば大河ドラマじゃないでしょうか。ストーリーだと思いますので、最高に面白いストーリーになっております。絶対に皆さんの期待に応えられる作品になっておりますので、ぜひ手に取って遊んでいただけると嬉しいです。龍が如く8、よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて中谷さん、お願いいたします。はい、会場にお集まりの皆さん、そして、配信をご覧の皆さん、本日は誠にありがとうございました。いよいよ11月の9日に龍が如く外伝、そして来年の頭には龍が如く8が発売になります。日本ではね、いよいよ、盛り上がりもすごいんですけども、来年は辰年ということで、もう頭から龍が如く一色になる最高のドラゴンイヤーが待ってると思います。この後もどんどん期待してください。最高の物語が待ってます。よろしくお願いいたします。みんなよろしく頼むぜ。ありがとうございます。さあ、そして最後に横山代表からファンの皆さんにメッセージをお願いします。この後辛いですね、その一番の真似みたいにできないんで私は。はい、ご視聴ありがとうございました。長い回になってしまいましたが、ここに今日お集まりいただいたその牧龍一馬と春日一番の仲間たちの皆さんが本当にパーティーメンバーみたいでしょ、仲良く一つの龍が如くって作品で、ワーキャーできるっていうのは非常に、いいもの作れたなって今嬉しく思ってますと。で、今回のテーマがですね、旅なんですね。はい。で、可愛い子には旅をさせろみたいな、なんか名言みたいなのもありますけど、春日一番と桐生一馬って人間がもし日本から飛び出してみたら、旅に出てみたらどういうふうに生きるんだろうみたいなものをちょっとこう描いてみたいなってところから、今回の着想が始まっていて、で、実際このタイトルを「龍が如く8」を作っていく中で、僕らの RGG スタジオっていう開発チーム自体もある意味旅に出てる最中だと思うんですよ。初めて日本じゃない舞台をロケーションとして使って、いろんなテーマを軸にストーリーを作らせてもらって、で、過去最大の規模感で作っていく中で、この「龍が如く」っていうシリーズタイトル自体が大きく世界に羽ばたいていく第一歩になれればなと思ってますし、個人的に言えば明日発売しちゃいたいぐらい手応えはありますので、本当にいいものが今作ってる最中ですけれどもね、最後の仕上げをしているようなところですけれど、いいものを、世界中の方に届けたいと思っておりますので、ぜひご期待ください。お初にお目にかかります。手前小国と初島するはジャパンの東京カムロ町、町のソープで産湯を使い、姓は春日、名は一番、人呼んで浜の英雄と発します。奇妙な絵にし持ちまして、生き別れの母のためはるばる海越え国越えてやってきましたホノルルシティ。以後お見知りおきの上、強行万端よろしくお頼み申します。私カムロ町のソープで産湯をつかり、異人町で暮らしておりましたが、サラリーマンが板についてきたね。コツコツやってるよ。俺と結婚してください。契約終了。これが浜の英雄の裏、いや真の顔なのです。全部デタラメじゃねえか。最近な、清流会がきな臭い動きを見せてる。高部会長の留守を預かっております、若頭の海老名と申します。春日さん、会っていただきたい人がいます。まさか。久しぶりだな一。言えた義理じゃねえが一、お前に頼みがある。ハワイに行ってもらう。そこにお前と会いたがってる人がいるんだ。お前の母親だよ。荒川の親父がただ一人愛した女性、茜さんだ。あ、いたたた。すみません。大丈夫ですか？ちょっといいかい？こういう時は遠慮しねえでズボンのベルトを持つといいんだ。相撲の回しみたいに掴んで。慣れていらっしゃるんですね。お互い楽しめるといいな。じゃあそちらこそボンボヤージュ。ボンボヤ？ボンボヤージュ、良い旅をって意味です。おう、もう着くのか？日本で調べた時はもっと郊外だと思ってたんだけど。へえ、そっか。そのくらいは調べてきてたのか。オリナ。それで目が覚めたらビーチに寝てった。それも全裸で。ははええええ、どうなってんだこりゃ。嘘みてえな話だってのは自分でも分かってるよ。おらあばよ。フリーズ。ったく浜の英雄が何やってんだ。荒川真澄が泣いてるぞ。桐生さん久しぶりだな春日。俺は一派の命を受けてある仕事についてるんだ。大道寺一派が茜さんを追ってるってことですか？富澤草村何やってんだよ。俺はお前の家族でも親友でもねえんだぞ。俺はとっくにダチだと思ってたぜ。お久しぶり春日さん。藤宮千歳と申します。お待たせしました。お世話になりますね。お前をはめたメイドだったな。茜さんにメイドがいるなんて聞いてなかったからよ。こいつはどうもうさんくせ。よろしくなちいちゃん。はい。バラクーダに追われてるの。ハワイのマフィアだ。茜さんがバラクーダに狙われてるってことよ。私がバラクーダを仕切っているドワイトだ。あれもバラクーダか。中華マフィアですよ。ようこそ涅槃岸へ。見えてるか？マジで007みてえだ。カメラの向こうの春日一番さん見えてますか？我々は茜さんを探している。どういうことだ。ハワイの裏社会がこぞって茜さんを探してる。サビサビ。ハワイにもヤクザがいんのか？ガイドブックには書いてないだろうな。封筒の画像データが PC にまだコピー取ってないんです。エイちゃんに手は出させねえ。助けがいるんだ。大急ぎでな。パーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ勇者さんよ。朝は山の子分だったのに今はお前らと一つ屋根の下。人生何が起こるかわからねえな。人の一生はどこまで行っても一筆書きだ。だから一瞬一瞬を一生懸命生きられる。頭じゃ分かってたつもりだったが身に染みたのは俺もつい最近だ。桐生さんなんかあったんですか？ああ、お前らには言っておいた方がいいだろうな。俺はな、ガンなんだ。医者にはなんでこんな状態で外をぶらつけてるのかって。私は桐生一馬の家族です。堂島の竜も病気には勝てんか。なんや老けたの桐生ちゃん。桐生さんお互いいろいろあったみたいやな。ここで桐生さんにできることはありませんよ。とにかくあんたは少し休まねえと。静かに余生を過ごすのもいいだろう。だが俺は残された時間を少しでもやるべきことに使いたい。それが古いヤクザを生きちまった俺なりのけじめのつけ方だと思っている。桐生さん大変だ。ネットにタタラチャンネルが。本日のお題はズバリ、死んだはずの超大物ヤクザ実は生きていたです。というわけで今回はゲストをお呼びして解説していただきます。つまり桐生一馬の死はでっち上げだった。大丈夫ですかね桐生さん。あんたが生きてることをこんな大っぴらになっちゃって。もうついていたか。さすが早いな。遅いよ。何このメンツ。困った時は頼ってくれよ。それがダチってもんだろ。海老名と沢城には一言礼を言いに行かねえとな。ようこそいらっしゃいました。お前の目的はヤクザへの復讐なのか。第二次大解散、真の意味での極道の解体です。我々には縁あってハワイにビジネスパートナーがいるんです。それがハワイの宗教団体パレカナです。ようこそ春日さん。桐生一馬の首、ヤクザにとってこれ以上の勲章はねえ。準備はできてるな春日。やるしかねえ。ええ、やってやりましょうや。ジャパニーズヤクザ in ハワイ。すげえ。確認。ヤクザの過去を引き受ける。お前にはヤクザの未来を頼む。